ミュージックジャパン TV をご覧の皆さん、こんにちは、ノベルコアです。番組からの質問で、なんとお気に入りの動画やおすすめの動画を教えてくださいという、質問をですね、いただいております。お気に入りの動画、僕ね、最近あれです、動物というか、主に猫、僕猫3匹飼ってるんですけど、猫の動画を見るのハマりすぎて、日常的にそもそも今までも見てたんですけど、よりいつも以上にいいねをするようになったら、なんかなんだ、 SNS のその全部のアルゴリズムが猫に統一されてしまって、なんか何を開いても猫ばっか出てくるようになっちゃって、インスタグラムとかもなんか今ホーム画面猫しかいないんですよね、僕。そう、困ってます。それぐらい猫が大好きです。はい。そして、最近の活動についてなんですけれども、まずはですね、先日1月17日に、日本武道館での初の単独公演を行いました。そうですね、その翌日に僕も誕生日で23歳になって、アルバムリリースがあってみたいな、本当いろんな情報解禁ラッシュでもあったんですけれども、やっぱ人生初の日本武道館単独公演ということで、やっぱ初めての公演なんで力むかなと思ってたんですけど、思っていた以上に力を抜いて楽しくやれたのかなと思っていて、ライブが終わってから3日4日ぐらい経って映像とかを見て、初めて、あ、俺武道館やったんだ、楽しかったなっていう実感が湧いてくるっていうのをですね、感じて、当日会場ではなんかもう楽しかったと寂しい、会場から離れたくないって気持ちがいっぱいだったのがすごく印象的でした。そしてその武道館の翌日にリリースされたんですけれども、配信アルバム、メジャーサードアルバムヒーローリリースされました。今回のアルバムはですね、本当に全部で8曲入ってるんですけど、めちゃめちゃ痛快なロックチューンからバラードもありますし、ゴリゴリストイックにラップしてる曲もありますし、まあこれをとりあえず聴いておけばノベルコアがどんなやつなのか一発でわかるよねっていうアルバムになってるのかなと思ってます。サードアルバムではあるんですけど、ここに来て、武道館公演を終えた直後ですし、改めて自己紹介というか、ノベルコアってこんなやつだよ、こんな歌歌ってるよっていうのを、手に取ってもらえたらなと思うので、ぜひ皆さん頭からつるっと通して聴いていただけたらすごく嬉しいなと個人的には思っております。ライブでね、盛り上がる曲多いんで覚えてください。そして、ご覧の日程で、私ノベルコアのスペシャルが放送されます。ぜひチェックしてみてください。そして、3月からはですね、僕全国を巡ります、全国9都市回る全国ツアー、ヒーローツアー2024開催決定しております。すごく今まで行ったことない地域も含めて回らせていただきますので、僕のハウスバンドザ・ウィル・ラビッツと、僕のライブですね、ぜひ楽しみに会いに来てくれたら嬉しいなと思っております。皆さんに会えるの楽しみにしてます。ということで、以上ノベルコアでした。バイバーイ。